皆さんこんにちは2022年マンション管理士管理業務主任者資格説明会始めていきます担当はレック専任講師亀田ですよろしくお願いしますはい、それではですね今回マンション管理の新潮流に挑むということで副題が満館官業の資格の魅力 将来性はということで約25分から30分程度ですが私久し亀田の方からお話しさせていただきたいと思いますので、えー、お付き合いのほどね、えー、よろしくお願いいたしますはいでは今ちょっと画面で見えてるえー、っとまあ,あの資料なんですけれどもページがまあ、案内も踏まえて8ページからなってますね、えー、こちらのまあ、えー、いわゆる今回の資料 もし、えーまあ、レックの各学校で、えー、これね、えー、見られている方はこちらねご用意していただければと思います。でご自宅などなどでね、えー、見てらっしゃる方は、まああのー、まあ話してるところこの資料を、まあ、示しながら話していきますのでまあ何も見ずにね、えー、見ていただいても結構です。 からまあ、最後にちょっと講座の案内させていただきますのでその時ですね、まあ、お手元にこちらのカラーの2022年度版のマンション管理士管理業務主任者の、えー、講座の、えーまあ、いわゆるパンフレットね、えー、こちらがあれば、ねまあ、より分かりやすいかと思いますのでもしあればねお手元に置いておいていただければと思いますので、まあ、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、でお話ししする内容としまましては、まあえー、まずマンンショ管管理士管理士業務主任者、まあ、その、えーまあ これはもちろん国家資格ではありますがどういう資格かというところね、まあ、資格の説明から、えー、まあ2つの資格とも試験が必ず必要となってきますのでその試験ね、えー、このまあ内容そのものそれからまあ試験するに際してどういう内容の試験かそれからどういうふうに勉強すればより早く確実に合格に近づけるかというところね、まあ、こちらは。 まあ私どもレックのね講座なんかの案内もまあ用意しつつもまあ説明させていただきますのでよろしくお願いします。はい、では、そうですねあ今ちょっと今収録している時期がですね、えー、実を言うと2021年のマンション管理士と管理業務主任者の試験が終わったところです。えー、でまあ 今年2021年の試験を受けられて聞いてくださっている方もいらっす、まあその方々は、えーまあ、今更満館とは環業とはと言われてもねああ分かってますよっていうことなんですけれどもやはり2021 22年の、ねえー、勉強されて向けての勉強をやろうかなっていうふうに考えている方は、まあ、いまいち、えー、マンション管理師も管理業務主任者もマンションの資格だよねということは分かりつつも詳細なんで2つの試験、えーまあん 資格があるのかなというはてなというところもありますので、まあ、若干のこの資格の説明、えー、これをね最初にさせていただきたいと思います、ね、その後、まあ試験の説明試験の内容などなどね、えー、進めていきたいんですけれどもでは資料の方ちょっとご覧になってみてください。一、えー、番目としてね 満館官業ますが、まあ、まずはマンンショ管管理士管理士業務主任者、えー、こちらのね、まあ、資格の内容どういう資格かというところを見ていきたいと思いますがまずこういう資格が出来上がったのは、まあ、実を言うと比較的新しい資格で、えー、今世紀ですね21世紀になって作られた最初の試験が2000、えー、飛んで飛んで1年ですね21世紀になった時ね、えー、の 作られたものですねでなぜ作られたかっていうとマンションの管理っていうのはいろんな問題点を含んでおりますで問題点を含んでいるだけじゃなくてもこれが出てきていろんなトラブルが起こっていくので、まあ、その時に字、えー、というとマンションの管理に関する専門家っていうのが、まあ、特化されたものがいなくて、まあ、そろそろその専門家のもとにねマンションの管理これを適正入にしていこうという狙いから2つのね資格ができましたっていうところなんですがちょっと立ち位置が違うのでそうですね同じこの 資料の1ページの下の右下の方ですね、えー、ここに両四角の相関図というふうに ありますけれどもまあ、こちら見方としてはマンション管理組合ねまあ人々が多数いますこれが実際にマンションを所有している人たちのまあえー、構成しているマンション管理組合で、もちろんマンションの管理ですからこの管理組合の人々がやっていくんですけれども決してマンションの管理って容易じゃなくてそれこそ、えー、そうですね老朽化してくると、うん、やっぱり修繕がいりますどうやって修繕しましょうかっていうところね それからまあ修繕ってただじゃできませんからどれぐらいの費用がかかるんですかでどれぐらいの費用がかかるって言った時にまあじゃあ1人頭で200万かかりますって言ったのでこれ出せるわけがないのでまあ月々積み立てていかなきゃいけない、まあ、そういうのをどれぐらいずつ積み立てていくのかっていうところねでまあ最近の新規の分譲のマンションなんかも最初からそういうのが大体分かってるからね、えーまあえー、考慮する必要はないんですけど古いマンションになりますとそういうのがちょっとグダグダなってて管理自体がまあできてないっていうところね、えー、あります。 でやっぱりそういうところにはどうしても専門家がいるのでこのマンション管理組合の立場からですね、えー、直接的に相談できる窓口これを作っていこうとしたのはこのマンション管理士ですね、まあ、実を言うと、まあ、マンションの、えーまあえー、トラブルとなりますとその修繕だけじゃなくて人々の、まあえー、やはりトラブルのも非常に多いので、まあ、それこそ。 どこに相談行けばいいのか、えー、まあ隣の人があまりにもうるさいから、えー、隣の人がえまあえ決められたお金を全然払わないからっていうことでじゃあどこに相談行けばいいのかな、まあ、ひょっとしたら弁護士かなといっても敷居が高すすぎるんですね、えー、それから終電するったって、えー、どのように終電していければいいか、えー、これ建築士に頼むのかなこれまた敷居が高い。 からお金が足りてない、えー、というよりも適正にお金が管理されてるかというのがあの非常に見にくい、まあ、これもお金の専門家である会計士とか税理士とかにね見てもらうのかっていうことでそれぞれ高いそれから窓口があっちゃこっちゃになってるので、まあ、一つの集約して、えーまあ、取りまとめというわけじゃないんですけどもあの相談、えーまあ、窓口を作ったっていうところがこのマンション管理士ですね。 それとともに先ほどこの管理組合が管理するマンションの管理というのは非常に問題点が多いので自分らでとてもとても管理はできないということで多くのマンションに関してここの管管理理業者に委託をししているととはほんどでょうかねその時にやはり管理業者自体が適正な管理これをしていかなきゃ結局ねマンションの管理自体が行き届かなくなりますのできっちりとした管理をするためにねこの管理業者 えー、をまあ、えー、において、まあ、適正な業務を行うために、えー、このね管理業務主任者、えーまあ、これを創設した、えー、どちらも2001年にね、えー、創設された資格ですねでどちらもマンションの専門家ではあるものの立ち位置がマンション管理士は 管理組合から直接的に相談を受けるまあこちらのちょっと講釈にもありますようにマンション管理士はマンション管理組合の立場に立って指導助言などなどを行っていくことこれを業務としていくものがねマンション管理士です。で一方管管理業務主任者は管理業業務者者はが 適正な業務を行うための専門家ね、でその中でも特にですね、えー、この管理する上で一番、まあ、あ管理組合が、まあ、どうしても管理組合が管理業者に、まあ、委託するとなると。 知識やそれから資力力、まあ、お金の力ですね、えー、それから、まあ、あ情報量とが豊富な管理業者がやっぱり商売ですから一部ではありますが不適切な管理を行っていることが多かったので、まあ、そここををちょっとととしようといういで適切な管理をする、まあ、そのためにこの管理業者内でね、えー、ちゃんとしたまあ専門家を置いていくそのもので、えー、管理業者と管理組合で結ぶ管理委託契約結ぶ際にこういう委託契約の内容ですよっていうことを法律面から説て こちらに契約成立時の、ねえー、重要契約を結ぼうとする際の重要事項の説明やそれから 契約成立の署名、えー、こういいっった決め多い、まあ、責任者になっていくそれから、まあ、こういう責任者はある程度の人員配置が必要ですので事務所ごとにですね、えー、この管理業務主任者一定数ね、えー、必要となってくるという立場で置いたのがこの管理業務主任者ということとなりますね。えー、かなりざっくりではありますが、まあ、同じマンションの、えーまあえー、専門家であってもね、えー、走りというかね始まりの、ね、目的が違うので、まあ、2つの試験に分かれているということとなります。はいで次の ページの2ページになりますと実際的に満管管業まあこれちょっと略してますがねマンション管理省満管管理業務主任者を管業と略してますがそこの収入はあるいは将来性はとありますまあ最初から将来性はっていうとねお金の話になるのでこれはあれなんですけれどもまああのー そうですね、えー、週2というよりもマンション管理士管理業務主任者を生、えー、かしてどういうふうにやってどのように生かしているかというところから捉えますとまずマンション管理士は基本的には、まあ、あの独立した、まあえー、資格ではありますので個人でマンション管理士事務所を開業するのもよしそれから管理業者に、まあ えー、入ってそこでマンション管理士の立場としてね様々な業務を行っても良しということですねまた多くのマンション管理士これ持たれている方はまあ、どちらかというと狙いはね、えー、独立開業などなどをしたねまあ、自営、えー、業者あるいは他の資格を持ちつつ例えば建築士の資格を持ちつつ、えー、まあ、合わせてか、えー、マンション管理士としてね、えー、これはマンションのまあ やや、えー、設備チェックとかそれから建築チェックに特化したマンション管理全般もね見ていくっていうことで他の資格と合わせて開業されてる方なんかも多いです。まあ、いずれにで一方管理業者あ管理業務主任者管業の方は管理業者によって必ず必要となってくる資格なのでまあ,あのどちらかというと。 管理業者に就職したんだけれども資格取らなきゃいけないということで取られている方、あるいは就職する際には、えー、今はあのどちらかというと、えー、管理業務主任者、えー、これを持っていると有利というのも必須条件のところもありますのでまあそのために取られている方、でもちろんあの個人として管理業者 これを起業しても構いませんのでどちらかというと今はですね大手の管理業者、まあ、皆さんの中にも管理業者となると、まあ、ほとんど大手をイメージするかと思いますが昔からこのマンション管理業者っていうのは、まあ、中小の、まあ、例えば町場の不動産業者などがねやっていてまあついでっていうわけじゃないんですけどマンション管理もこれも委託を受けてるということが。 多かったので、まあ、もちろん個人で開業することも自由ですので、その時に必然的に管理業務主任者の資格がいりますので、まあ、それを目指して取られている方もいます。まあ、生かし方は、えー、もちろんね、えー、異なるところですけれども。まあそれなりに。まあ収入はもちろんピンから切りまでです。まあ、今のような。 どのような資格を取ったとしてもねその後仕事につな、えー、がっていけなかったら収入なんかありませんしだから資格は1つだけ持っていればねちゃんとそれで収入上がっていくようになっておりますので、まあ、収入の話はねいろいろピンキリですから、まあ、それぞれね生かし方、えー、イメージ持っていただければと思います。で今回ちょっとお題もう一度1ページ目のお題に戻るんですけれども、えー、マンション管理の進展 潮流これ潮の流れがちょっと新しくなるということでまあ今まで、まあ、もちろん20年の、ね、歴史はあるもののそこからちょっと変わってくるよっていう話もちょっと付け加えさせてくださいもう一回2ページ進めていただいてのの将来性の中にですねで特にマンション管理士に関してですが、まあ、確かに管理組合の専門、まあ、そこから相談を受ける専門家っていうことなんですがまあ かかししててる人はもちろん活かしてますで、えー、ただちょっと残念なところも多少ありまして、まあ、資格だけ持っていて開業はしたもののねどうやってっていうところがなかなか見えないので、まあ、一部ではありますがマンション管理士、えー、これまあ資格がうまく生かせてないっていうことね、まあ、声として上がっているんですが。えー 法律的にえちょっとまあ独占業務といいますかマンション管理士でしかできない仕事もねまあこれが実を言うとえ今から数えると来年えまあ年数でいった方がいいですね。2022年の 4月に法律が施行されてですね、えー、このマンション管理計画認定制度というのができて、まあ、そこのサポートはマンション管理士しかできないということでねちらっと上がってますがね、えー、ここのえっとマンション管理士の都市部のまあ最有力資格としてありますがそこに「マンション管理計画認定制度」とあります。これを 計画認定制度って何ですかっていうところなんですけれどもまあそもそもですねこれまあ皆さん聞いてる方の中にもあの,あのマンションを買おうと思った時にどういうところが興味でいますかねっていうところですけれども多くの、えー、購入者の動き、うん、は、まあ、例えば駅からどれぐらい近いかそれから、えー、っとそうですね、えー、眺望がたわまあ、になりますと眺望がいいか悪いかとかねそれから環境といろいろあるんです。それからまあもあるんですけれども結構 もう関心持たないのがそののの購入ししようとしたマンンションの管理の状況ですねこれが、まあ、表からというか買おうとしている物件ですけどななかなか見えにくいっていうとうころで実を言うと3,000万円でそのマンションを買ったものの管理が行き届いていないからマンションって購入するとその後のローンは払うんですけど賃料とかないのでこれコストパフォーマンス悪いようでいいんですよねって思って買ったんだけれども月々の支出がものすごく多い。 えそれは実を言うとそのマンションの管理が行き届いてなくてね、えー、あまり良くないよろしくない状況でしたでそもそも住んだはいいんだけれども、えー、何年か経つといろんな不具合が出てきましたでとてもとても購入したお金に見合わない、えー、というかかなり、えー、悪い物件だったというのが後で気づくっていうのは結構あるんですね。でまあ あのそういうことから、えっと、マンションの流通時代が止まってしまうということもやっぱりねよろしくないそれからやはり買おうとする人に対してこれぐらいの資産価値があるよっていうことをやっぱりね大きく、まあ、公表しなきゃいけないっていうところでこのマンションは 適正に管理が行われてちゃんとその適正に管理が行われているということは計画性をもってマンションの管理のね計画これがえ行われていてちゃんとねそうすると修繕積み立て金が足りないとかえ管理費不足でうんぬんかんぬんというのがないのでまあそれが明瞭なんで,で明瞭になってくるということはそのマンションのまあ究極的には資産価値これにつながっていくので購入しようとする人もい それからそこに実際に住んでる人購入したあと住んでる人にも、まあ、いろんなメリットになるということでねこの計画認定制度というのが来年2022年の4月に、ね、この制度として施行されていきますその時のサポートねここが、まあ、世の中で言うとマンション管理士しかできないのでねここは大きな役割を担っていくっていうことでまあこれは期待されているところですでまあそれだけが理由っていうことじゃないんですけれどもマンション管理士の ま、受験者はですね。まあ、創設以来ずっと下がり続けたんですが、まあ、これまあ、その他まあ、コロナの要因とかもあってね。勉強の時間が取れたということもあるんでしょうけれどもね。ここ1年2年えー、まあ、増えてきてるっていうのは現状としてあります。はい、えー、まあ、確かに潮の流れが変わってきてるというところですね。で、管理業務主任者に関しても、まあもちろんですね、えー、変わっておりまして。このまあ。あ この計画認定制度の他にこの管理業務主任者のところの下の方ですかねあの管理業界管理業を取り仕切っている管理業界ここがあってそこの独自の評価制度というねこの認定の制度でちょっと似たような制度なんですがそこもやはり適正に管理が行われている理由かということで評価を、まあ、してで評価することによって、まあ、そのマンションの資産価値が高くなる。まあ、そこのサポート をやっていくのがマンション管理士およびこの管理業務主義者ね、まあ、こちらもまあ言ってしまえば独占的な業務ね、えー、これが出てきておりますまあ、将来性はね、えー、もちろんいろいろ見えてきて明るいところですのでこういう明るくこう新制度ができた時って 参入まあ受験しようと,と参入が遅くなるとそれだけ難しくなるんだよだからやはりね今のうち今のうちっていうことで早い取得はやっぱりね、えー、進めておるところですはいマンション管理士管理業務主任者ともね、えー、将来性まあちょっと仕様の流れが変わってきたので、まあ、ここからねまあみんながここに入ってくる前に2020年 年ねちゃんと受かっていこうということでね進めてみてくださいはい3ページにはその、えー、認定制度のまあ概要これは国土交通省が示してるものなので多少見にくいところがありますが、まあ、詳細、えー、調べたい方はねこちらなどをたたげば結構ですで今回のどうしても本質になりますがその試験、えー、どういう形で行われているかどれぐらいの 合格率などなどど、ね、満館完了の試験はどんな試験ってざっくり後でご覧になってよく吟味していただければいいんですけどざっくりいきますと、えー、試験はね1回です。えー、でマンション管理士、えー、管理業務主任者ともですね、えー、内容が非常に似ておりましてまず時期がマンション管理士に関しては、えー、例年11月の最終の日曜日、えー、ですから カレンダーを見ますと、えー、2022年度になりますと11月の27ですかねで管理業務主任者は12月の、えー、第1日曜日なので1週遅れで、えー、12月の4日ということなんですね形式はいずれにしても4紙卓一、えー、50問を2時間で回答していきますどちらも試験時間が確か13時1時から2時間かけてやっていくところですねはいで 合格率それから合格基準点がどれぐらいになってるかっていうところですが、えー、まあこれ過去10年のね、えー、この一番下の2021年はまだ発表になっておりませんので空欄になっておりますけれども、えー、おおよそマンション管理士の方が、えー、合格の基準が50問のうちでまあ平均取ると3 5 6点じゃないでしょうかね、えー、というところです。で合格率こちらが 例えい、はい、一方管理業務主任者なんですけれども、まあ、合格基準点はマンション管理士と、えー、それほど変わらないまあ一点二点下のところただ2021年度なんかは管理業務主任者の方が一点上っていうところですね、まあ、いずれにせよ大体7割ぐらいが、えー、50問のうちね、えー、7割ぐらいが合格基準となっております。 はい、で合格率がこれがマンション管理士と明らかに変わっていまして大体いい20%強まあ時折20%切るということもありますがね、えー、ここ10年で見ますと 20%21%223 ということでまあこれは誤差の範疇ですけれどもですね。で まあこれは公表はしておりませんが、えー、マンション管理士、管理業務任者ともやはり人数ということを考えると、えー、受験者に対する合格率が基準になってますね。まあ、だから逆に言うと合格点は変動して当然ですね、えー、合格率、まあ、おそらくマンション管理士の方は、えー、100人受けたら8人ぐらいが厳しいですね。人人受けて8人 うん、まあただ8人ぐらいが合格させようということでね人数調整してるはずです、はい、一方管理業務主任者は100人受けたら20人ぐらい受かるようにでそれに合わせてまあ多少年によってね難易度が違ってくるので合格基準点合格点が変わってくると思っておいてください。はい、ですね。で50問の内容はほぼほぼ一緒なんですけれどもまあ 違い試験的な違いとすると何といってもやっぱり合格率の低さマンション管理士の方が多少ではありますがね、えー、多少でも倍近く払われているのかな倍以上ね、えー、ですからまあそこは難易度の違いだだからまあ合格基準点が変わらないということは試験の質自体がマンション管理士は若干ですね高いというところとはなっております。で 大体ですね、えー、マンション管理者も管理業務主任者も出題される内容は一緒です、えー、ではその一緒というのはどういうものが出題されるかっていうとそれはここもまだざっくりなんですが5ページね、えー、見ていただきますとどうしても必要となってくる知識はあのやはりトラブルを回避するものなのでマンションでのトラブルここでですね、えー 環境の試験の内容はっていうところでもう走りがここの括弧の1番のところねマンションのトラブル、えー、これはまあ5年ごとにですね、えー、総合調査っていうのを行っているんですが住民さんたちに聞いた結果どういうトラブルが多いですか、えー、ベスト3、えー、居住者間の行為マナー,にるメナーを巡るもの55.9点九まあ重複回答がありますのでまあ足し算したらちょっと合わないんですけどもね、えー、から建物の不具合ですねそれから、えー、費用負担にかかるもの ということとなりますでこれらを解決するために必要な知識が問われるわけですね。えー、で一番上の居住者間の行為マナーを巡る,るものこれを解決するのは何といっても法律ですですからこれも若干誤差はあるものの大体いいこの比率で、えー、55%、えー、ですから50問のうち25問から30問ぐらいが法律で出題されていきます。 建建物のの不具合に関するのは、いやこれは建築や設備の知識ですね。それがまあ31%ってありますので50問のうちだったら大体15問ぐらいね取材されています。で残ってる5問程度がこの費用要は会計に関するものね、えー、これが大体、まあ、あの管理業務任者とマンション管理者若干違いがありますが、まあ、比率ぐらいね、えー、法律系が大体6割、えー、それから建築設備系が3割会計がまあ、えー そうですね大体、えー、いい1割程度っていうふうには考えておいてください。はい、これでそうなってくるとですね更、えーまあ、に法律の中からどういうものが出題されるかっていうことになるんですが、まあ、法律であれば、えー、区分所有法とか民法、まあ、民法なんか聞い,て聞いたことある方もいっる 倉川いらっしゃるかと思いますが、ちょっと専門的な法律ももちろん出てきます。から建物の不具合、建築設備の知識、そのストレートに出てきますかね。から費用負担、まあ、会計に関する知識であったり、実際のあの調査付けね、仕分けの問題なんかもまあやっぱり出てくるところではあります。で、比率が次のページの6ページにありますけれどもね、具体的な法律名から。あ、ただこうやって眺めてみるとどう感じますかね。えー 結構いいっぱいやるんですか、ね、あのちなみにですねあの、まあ、もちろんここは不動産系の資格なんですけれどもそれこそ法律のことを聞いて、えー、それから建築や設備の、まあ、知識を聞いてでさらに会計の知識も聞いて で、このてんこ盛りのように聞かれてる資格っていうのはそう多くなくて、まあどちらも結構だと思うで、えー、それぞれ勉強経験がある方でも。まあ、あの例えば、えー、法律系の資格はよく勉強してたの法律はわかるんですけど、建築設備さっぱりわからん。会計もっとわからん。 まあ確かに FP とかねそれからあのいわゆる簿記などのね資格の資格詞とか確かに経験とかは分かってるんですけど、えー、検事会は全然さっぱり分からないまあいろいろあるんですけれども、まあ、いずれにせよこの 3, 3つのねこの大きく分けた3つのまあいわゆる項目これをやっぱり全部やっぱりねやっていかなきゃいけないっていうところがあるのでそこがやっぱり一番難しいところでしょうかねっていうところです。はいで やはりそうなってくると、まあ、今回の中で。 いち早くそれから効率的に、まあ、これらの科目をこなして最終的に合格しようとするとなるとやっぱりね私どもののようなな予備校を使っていただけるのがやはり一番近道なんですねでもちろんちょっと言い方が汚いかもしれませんがね、えー、時間をかけてゆっくりかけて自分自身の力でやるともう一つの方法論ですが簡潔に短期間で、まあ、いわゆるお金を払ってでもやっぱり、えー、早く取得するということで、まあ、時間をゆっくりかけたらもちろんどちらの資格も受かるんですけれどもより早くそれから 確実に言うとある程度まあ出演お金を取っていただいてまあこういう予備校をねえ使っていただければというところでまあ若干ですけれどもその後ねえちょっと案内がありますが今回ちょっと3つの視点からねえそのどういう方法でまあどういう方法でというわけじゃないんですがどういう形でねえまあ講座なんかを利用してい,けばいいかなっていうところでまあ聞いてる方をちょっと3つに分けますとまずですね比較的多いのがまああの試験の流れとしてね え同じ不動産資格として卓研をまあ2021年勉強されたあるいは充電に勉強されていたっていうことでまあそれを生かして学習する方って比較的多いのでまあその有利さなんかが上がっていくのはねえこの6ページの一番下の表ですね。まあ,あの確かに多方面からいろいろ聞いてくるなるんですけどやっぱり一番中心となるのは法律系ですので法律系になりますと卓研で勉強していた知識っていうのは非常にえまあ これ,がねえー、これはまあうままくいきてきますでしかもあの形式が50問4択2時間というところで一緒なんでねそういう、まあ、やっぱり勉強経験も踏まえてやっぱりね、えー、近道となりますのでまあそういう方々にとっては意外と多くするものではないですよ。でここには表れませんが、えーまあ、今年から、まあえー、国家資格になった賃貸不動産経営管理士ねこういう資格を、まあ、受験されたっていう方なんかも、まあ、次にねマンション管理士管理業務主任者、えーまあ、こういう資格を目指してみて頂ければねっていうことで。 まあ、あの試験の内容のまあ類似性が上がっておりますので、っていうところですね。で。2つ目の目としては全くもって初めて。まあ、あの不動産系じゃけなくて資格そのものの資格、えー、勉強初めてだっていう方に向けてまあ、こちらのパンフレットなんかも用意しておりますので、そこで選んでみてください。で、このパンフレットがですね。まあ、表紙がカラーで非常に綺麗なんですが、中身？が 多少ごちゃごちゃしててだからどれを取ったらいいかわからないっていうのが声として、えー、あるんですけれどもこれは先ほどの宅建を取得した後のことも考えたりそれから、えー、いろんな形でね勉強しようとするために、えー、しようとする人たちをこれをねいろいろカバーするためにいろんなあの、えー、組み合わせとかいろんなやっぱりコースとかを置いてるので、まあ、あの選択肢が広がる分多少見にくいかと思ってます。ただ 初めてマンション管理士管理業務主任者ともね、えー、このマンションの資格自体を初めて勉強される方はまあこの中にある、えー、こちらですね満館官業、えー、ダブル合格コース ちょっと重たい内容となっておりますけれども、まあ、こちらの方を選んでくださればとは思いますね。で、えー、いや満館だけ受ける方あるいは官業だけ受ける方っていうことをいらっしゃいますので、まあ、いずれにせよね、まあ、基本コースを置いておりますのでここの話だけね、えーまあ、インプットのところから、まあ、過去問スタンダードそれから、えー、当連やった上でもちろんね最後は模擬試験なども踏まえてまあまあ えー、合格な必要な知識を、まあ、約、まあ、1年というまでは長くはなりませんけれども応用しているのはこのダブル合格コースです。でこのダブル合格コースはあの難易度こそ違えども満館も官業も勉強すするところは一緒で,すでちょっと出題の狙い方が違うところがありますが基本知識は一緒ですので,でじゃあどうせだったら初めて勉強するに際して、まあ、どっちも受けてでどっちも あわよくばっていうわけじゃないんですけど一生懸命勉強した上でねえこれ受かっていくということを狙っているのでだどちらもねえ勉強しようという方でまあ多くいらっしゃるので一番ね根幹のえ期間のコースだと思ってくださいダブル合格コースえー初めて勉強される方はもうえこのダブル合格コースのな内容だけえそうですね各学校の方に聞いてそしてまあ選んでいただければと思いますはいですねでえっとそうですね えーまあ、あの東京の渋谷校に限定はしておりますが、まあ、ここでは一部、ね、通学の構図も、まあ、今年から用意しておりますで通学に関しては私亀田が担当しておりますので、ねまあ、そちらも併せて聞いいてくださればと思います、はい、それから、まあ、3つ目の、えーまあ、聞いている方の中で実を言うともう今年2021年、えー、官業ちゃんと受かっ、えー、試験試験されてかなりの手応え持っております。 あるいはマンンション管理士なんですけれども、えー、ちょっと足りないかなという状況で来年もどうしても勉強しなきゃいけないという方ね、えー、管理業務主任者、えー、で管理業務主任者はじっというと試験を受かってると次の年ね、まあ、5点がそのまま免除されるという制度もありますので、まあ、ここ上級コースとしてありますが、まあ、管理業務主任者の試験を受かった上でもう一回。 1> 1つね、えー、どうしてもマンション管理士ということを狙っている方なんか上級コースとして置いておりますのでその方々なんかはこの上級コースをね選んでいただければと思いますのでその辺に関してはね、えー、これは各学校のまあスタッフなどそれからえーコールセンターなどなどがありますのでそちらの方で聞いてくださって、まあ、いろんな中で最適なものをまあ選んでいただければと思います。で 今の時期ですけれども、えー、次の最後の、ね、8ページになりますがさまざまな割引特典、えーまあ、例えば早期割引であったりすで、まあ、に ととか満館とかね、えー、こういったものを、まあ、受験した受験しただけでね20%ということもありますので、まあ、そういったことを利用しつつね是非是非いろんな事情の中で2022年どうしても管理業務主任者マンション管理士ねこちらを受験して受からなきゃいけないということになって である程度ね、えー、聞いてくださってるかと思いますので、まあ、そういう方々にとってちょっとでもサポートできるような、えー、形で私どもがね力添えできたらとは思っておりますので是非是非ね、えー、2020年の、まあ、合格を目指して私たちと一緒に頑張っていただければなというふうには考えておりますので是非よろしくお願いします。はい、ではいいででで以上にてて、えー、資格説明会すすがね、えー、終了しています、えー、しまお疲れ様でした